はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールはヒロアカ忖度というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティーはですね、こちらというわけで、念願の限定剣心を以前ガチャでゲットしたんでね、ありがたく使っていこうかなと思うんですけども、今流行りですね、この限定剣心、今になってめちゃめちゃ使う人が多くなってきました。まあ、というのも耐久パーティーが今流行っているんですよね。一昔前までは限定ローの耐久パーティーとかやったんですけども、最近はね、この火ダメバフにめちゃめちゃ注目が集まっておりまして、ぜひとも僕も使っていこうかなと思うんですが、必殺特性無凸なんですけども、バフ 16% 詰めるんでめちゃめちゃ強いと思いますね。やっていこうかなと思います。1枠目炭治郎義勇さんにてバフしていきまして、2枠目限定ローで4つ割りしてバフ2個解除でデクマイトで必殺4つ割りしてラストカッチャンでまくりやっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけでやはりね、決闘の練習モードが追加されてから、動画撮るときにポイントアップ気にせんでよくなってん。これほんま嬉しい。いつもやったら無理やりポイント 20% アップとか積んでたんですけども、そんな必要がなくなったっていう、ガチ神アップです。そんで相手さんの2枠目がデクマイトなんで、これ圧倒的に2枠ぶっぱパーティー。あー、しかもつながりが終わっとんかな。まあ別にね、いいんじゃないかなと思います。はい、ザリン、ここで登場により限定剣心のバフほとんど解除されないことが決定いたしました。そんでデクマイトとめちゃめちゃ相性いいと思ってまして、剣心は攻撃の必殺ダメバフ、デクマイトは1ターンの必殺ダメバチバフで、こんな感じで必殺自動変換もされるんで、マジで今後デクマイトと剣心使う人増えると思うんですけども、僕はかなり未来のある組み合わせだと思っているんですが、約束していきまして、ここでデクマイトで5個割りすることで、必殺ダメ 130% アップ乗りますね。えぐいバフ乗るんですけども、ここに関してはこれかなり割られますね。ただこの 3,4 枠目属性の暴力なんで、言ってくれるとまあ信じたいんですが、いかほどでしょうかっていう感じで強い。さすがデクマイト、忖度入ってたらやっぱり違いますね。さあ、ラス枠、ラス枠わりかしカッチャン使うこと最近増えてきましたね。カッチャン爆弾要因じゃなくて普通にラス枠軽く要因でも、まあ今週はに関してはなんですけども、今週はわりかし頑張ってくれているんじゃないかなと思うんですけども、はい、レジェンドたまんない。相手さんバフは287の必殺ダメあんま詰めてないな。こちら側257の必殺殺ダメモリンモリンですわ。デクマイトの、こちら130がいい味出してるというわけで、ここレジェンド発動できたら強かったな。まあでも弱点取っているんで、これでは勝ちはもろたんじゃないかなと思います。まあ弱体化つけられたんですが、属性の暴力には抗えないんじゃないかなと思うんですけども、何個ありや、まあ、ガード貫通とかされるけども、まあ別に余裕なんじゃないかなと思います。ダメージいかほどというわけで、はい、いってくれかっちゃん、強いよ。オーバー240万、やば。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、やはり忖度集でも普通に通用するっていうのがなかなかの強みですよね。
ほんでラスアクがちょっとやべえな。ラスアク怖いぞこれは。ラスアクやっぱジンデクの方がいいんかな。まあでもね、火力としてはカッチャンの方が出ると思うねんな。まあでもね、今週デクマイト多いんでね、ラスアク。ラスアク今週青属性がもう絶対に安定なんですよ。あの弱点属性の黄色が全くいないんで。だからちょっと変えた方が良さそうな感じもするんですが、まあ要相談なんですけども、ここに関してはまあこんな感じで発動していきまして、あ、着地が終わり腐らしとるやないけい。まあ割っていきまして、はいと、レジェンド発動できるんで素晴らしい。最近やはりこの約束めちゃめちゃ使い勝手いいですよね。でここで約束使うことによって剣心でも火力を望めるという、こういう布陣を取っているんですけども、でここで何個割りや、最大3個割りされるかな。これは着地か見てるか。おっと、そういう感じ。ここで割られへんのはまあまあいいんじゃないか。ただここジンデクやからな。ここに関してはレジェンドは別に発動せんでもいいな。ラスワークでクソぶっぱ決まっていこうかなと思うんですけども、 OK ぶち割っていきまして、また5個割り決まっていきましたと。はい、ジャマプチ君素晴らしい。今のは仕事してくれたね。謎の飛竜さん、謎の列勝耐性ダウンつけられていったんですけども、何個割りやこれ。あー、全回収6個割り。これどんだけ入る。結構入りそう。はい、キモい。そんな入るんか。アヨトクソバグっていきまして、そうですか。ただジンデクでえぐい割られ方されたことによって、なかなかここ列勝のダメージ入りそうな気がするんですが、バフの数値圧倒的に勝っているんで、それでなんとかマウントを取っていきたいところ。うわ、マジでこのつながり終わり腐らしとんな。これ下の赤巻き込んだら絶対にレジェンド発動できたのに。あいつさん 62% の必殺ダメはまあ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 かな。こちら側は 310% の必殺ダメ、モリンと詰めている 130% がいい味出しているっていう状況ですね。ここもう一発レジェンド発動できたら余裕勝ちできたと思うんですが、17万回復の 21% ガードか。いやこれどうやろう、面白いな。アドバンテージは30万ほど僕が取ってますね。このアドひっくり返せへんでしょ、さすがに。いくら属性マウントを取られているとはゆえ、あのバフこっちの方が圧倒的に積んでるんで、あ、これはいったな。素晴らしい。かっちゃんのこの火力よ、めちゃめちゃ入る。やっぱ剣心くっそほど強いな。これあれやな、必殺特性マックスにしたいわ。こっからね、あのバフの数値まであと 5% ぐらい伸びるんでね、これあるのとないので全然違うんでね。まあ必殺確かレベル9ぐらいでバフはカンストするんで、カンストというか貫突になるんで、だからまあバフ最大数値出したいがために何個か食わすっていうのも全然ありやな。ちょっとね、弾が最近全く足りひんねんな。弾食わしたいキャラクターが多すぎて、ほんまに。次のあのジョセフ&シーザーにも使いたいしさ、ちょっとタマくんと要相談なんですけども、今回高校取っていったっていう状況、そんでさっきの方と一緒なんで、さっき相手さん割り方ゴミって言って、あんまりやったん。あ、これも繋がらんな。なるほど、素晴らしい。ここで全然割られへんのはないっすやな。でもってここに関しては真冬先生発動していきまして、これはね、先に、あ、そういう割り方か。これ、キツネさん発動して、
まだ割り方クソやね。またもや割り方がクソって言ってるんですけども。まあ約束は発動できるんでいいんじゃないかなと。ここで剣心で、全回収したいねんな、できれば。そっちの方が圧倒的に火力ラス枠で伸びるんで。まあでも、相手さん割ってないんで、おお、結構火力入んな。やっぱさすがやな、剣心。んーでもって2位と発動されて、ここで何個割りされるかな。まあでも、さっき見たくバフの数値圧倒的にこっちの方が勝ってるんで、まあこのままいったら、勝てるんじゃないかなとは思うんですけども、七子お姉さん。ここの七子お姉さん、まあまあ怖いんですが大丈夫でしょうかっていうお話で、ニア発動していきまして、ガード貫通持たれているんですが、あーっと、これは繋がらんムーブか。なるほど。ここ、すかしたん痛いな一個。七子お姉さんなんで相手さん。ジャマプチ合計14個ぐらい。うわ、めっちゃダメージ入る。これ、上書きされるかされへんかで、結構変わってくる可能性があるんですけども。ここはまあ定番の最大4つ割りまで見えますね。つながり悪い。はいと。3つ割りという状況か。はい、OK。上書きはどうでしょうか？されない。ここされないんかなり激アツ。ほんで、レジェンド、溜まっていないんで、ここ2発レジェンド発動する3段やったんですけども、まあそれ叶わずという状況なんですが、6つ割り、決まったんで、相手さんバフは104の必殺ダメはさっきよりかは詰めてんな。こちら側は 310% の、まあ火力はほとんど一緒とかですね。まあ、かっちゃんさっきより必殺1個多く割っているんで、アドバンテージは7万ほどなんで、これはさすがに勝ったんじゃないかなと思う。かっちゃん強えな。かっちゃん強。やっぱラス枠かっちゃんめちゃめちゃ強いな。で、ラス枠でバフ310積んでるからね。やっぱ剣心半端ないわ。よろしくお願いします。というわけで、先行か。ここは高校が良かったな。エンデバーか。いや、ちょっと厄介ですね。これは。まあ、割っていきまして。これは、ゼガヒでも、全つなげしてほしいな、とは、思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで。つながらんと。あそこの右一個繋がってるかどうかで結構変わってくるんですけどもね。二枠目エンデバーでしょ？これ多分、エンデバーでバフ回レジェンドじゃなくて友情三つ積んでるパターンちゃう？おそらくそのパターンだと思うんですけども、まあ、真冬先生発動していきまして、おっと素晴らしい。これは先に全割りかなっていきましょうかね。レジェンドじゃなくて、あいつさん友情はやっぱそんな感じか。でしたら、ここはレジェンド発動する意味ないですね。発動したらエンデバーで解除されるんで、ここはもったいないんで、温存して3枠目でクソぶっぱ、決めていこうかなと思います。割られないっていうムーブあるかなって言おうと思ったら、その未来ついえたというわけでね。ありがたき幸せ。絶望なんですけども。全割りさすがにされへんか。あ、される。ここの全割りはかなり嬉しい。ですね。ほんでもってキラー入ってるんで結構ダメージ与えてくれた。ほんでもってここに関してはレジェンド2枚掛けできるんで素晴らしいんじゃないかなと思います。約束していきました。で、もう一回レジェンドここで溜まったら嬉しいなぁとは思うんですが、着地地点によるな、いかほどというわけで、神ですやん。これは、これはこういう割り方したら溜まるかな。 OK、 素晴らしい。邪魔も全回収できたところで、
京都破壊されていきまして、地元が死んだんですけども、俺はなんちゅう友情しとんねん。これポイントアップ要因かな。地味にここ弱点属性取られているんですけども、どんだけ入る？オッケー、全然入らん。やはり相手さんの方がバフ全然詰めてないですね。これはラス枠でクソぶっぱ決まるんじゃないかなと思うんですけども、着地もうまいところになっている。あ、これ先にレジェンド発動するべくやったな。今のジャマプチ上書きちょっともったいなかったんですけども、まあしゃあないというわけで、着地神トン、神トンな。これは素晴らしい。レジェンドもう一回発動できるな、素晴らしい。ここで2枚掛け、これ最大火力叩いたんじゃないかな。まあエンデバーでバフされたものの、128相手さん必殺ダメ全然詰めてない。解除追いついてんな。オッケー。こちら側321321のザ・ベストハウス、104% のデクマイトがいい味出している。これはいい火力出るんじゃないか。オーバーホー、まあ、ラスワークオーバーホーに関しては特殊タイプやったかなにキラーが入るんですよ、クソキラー。まあただしかし、かっちゃんは攻撃タイプなんで何もキラー入りませんという状況ですね。ダメージ以下ほどなんですが、はい、全然入んない。かっちゃん言ってくれ。いいね、素晴らしい、かっちゃん。さあ、ということでラスト1回やっていこうかなと思うんですけども、いや、やっぱり剣心めちゃめちゃ強いな。あれ持ってんの強いわ。必殺自動変換、自動変換で2枠目のキャラで必殺を分厚く割れるっていうのほんまに強い。これはやっぱり耐久パーティーにうってつけの性能してますよね。もう耐久パーティーを作るために生まれてきたような性能って言ってもいいぐらいクソ強いんじゃないかなと思うんですが、まあさっきの方と一緒っていう感じなんで、やっぱり練習モード同じ人と当たる確率多いですよね。まあでもただで決闘できるだけで僕は神モードなんですけども、これはまたレジェンドを調整しないといけないという布陣ですね。めっちゃめっちゃ、おー、二次変換クソ優秀。そここれは先に全部発動して、あ、キツネさんは置いとこうかな。まあ、こんな感じでぶち割っていきまして、キツネさん後発動して虹を、まあ、安全に温存していくムーブと、さっきここ全割りされたんでよかったんですけども、なんか今回残りそうな気がすんねんな。あー、言ってるそばからニコ残んな。ここのニコ残りまあきついぞ。はいと、まあダメージは全然出ないんでいいんですが、ここちょっときっついもんがあるな。約束していきまして、いや、ここのユーマかっちゃんクソ割りは厄介やな。属性の暴力取られているんでね、ここでおそらくまくられるんじゃないかなと思うんですけども、着地は神とんな、素晴らしい。レジェンドも溜まっていきまして、4つ割り決まっていったと。プチプロテクトなかなか厄介ですね。ここでダブルバフめっちゃされんな。まあ、友情そんな感じなんが唯一の救いかなっていうぐらいかな。これ、つながる？やーば！やーば！ 3、4、5、6個あり。いや、ここの6個割りきつない。いやー、これは、まくられてはないけども、結構稼がれたな、どう？そうですか。アドバンテージはまあ少なくなりましたね。いや、ちょっときっついぞ。約束していきまして、まあ、いや、でもダブルバフで結
構バラれたからな、なかなかバフされてそうで恐ろしいんですけども、着地かみっている、素晴らしい。レジェンドも一回発動していきまして、ここ2枚掛けできたのは嬉しいな。161% の必殺ダメ結構積んでんな、66。そうですか。こっちザ・ベストハウス123の 104% デクマイといい味出している。さっきと一緒ですね、こっちの火力は。いやどうやろ、ワンチャンあんのか、ワンチャンまくられる可能性残されてるか。いやでもさすがにね、ガードをこっち積んでるんで 29% 全力で3つありやろ。いやさすがに大丈夫でしょう。うん、バフ圧倒的にこっちの方が勝っているんで、アドも10万稼いどるんで、これは確定勝利決まりましたね、かっちゃん。すえー。やっぱこのパーティーラスワークのまくり性能は半端ないな。